はい、皆さんおはようございます。店長武蔵チャンネルでございます。いつもご視聴ありがとうございます。昨日ですね、ちょっとオートバイを引き取りに行かせていただきまして、夜だったんですけど、それで帰りにですね、モトスポーツ、その前を通ったらですね、まだちょっと閉まってるとこだったんで、ちょっと立ち寄ってですね、片付けるのを少し手伝わせていただきまして、はい、でなんか赤いスイッシュがあったんですよ、新しいやつが、リミテッドね、まだ今の時期はリミテッド嬉しいですよね。それでなんか最近スイッシュが売れるんだよっていう風にね、おっしゃってましたんで、密かにスイッシュが人気が出てきているような気がするっていう、ね、あとこう入れ替えとかありますかね、前のタイプね、例えば V125 とかが乗り換えっていう時にですね、やっぱさすがに100、普通の今の現行125、アドレス125っていうのはね、ちょっとっていう、そうすると、まあ、スイッシュで、スイッシュとですね、シグナス X もね、新車あったんですけど、多分どなたかあれですかね、注文を受けたんじゃないかと思うんですが、まあ、一緒にこう並んでね、置いてあったりするんですけど、まあ、どっちがね、いいのかって、ね、難しいところなんですけど、まあ、お好みっていうことになっちゃいますが、ただですね、やっぱりシグナス X は設計が古いんですよね。エンジンとかが、もう何十年単位ですよね。10年じゃ効かないですよね。相当昔にのエンジンを、まあ、もちろんそのまま積んでるわけではないとは思いますが、多少ね、改良はしてると思うんですけど、まあ、排ガスとかですね。で、出力落ちたりしちゃってますよね。そのままなので。そんなあたりで、だんだん苦しくなってきてるのかなと。そんなことをね、思ったりもするんですが、一方、スイッシュはね、まだ発売されてからそんなに経ってない。で、エンジンも、スズキの、新しいエンジンですよね。スズキエコパフォーマンスエンジンですか。まず燃費がやっぱり違う。圧倒的にスイッシュの方がいいんじゃないですかね。さらに、まあ、車体自体はそんなにめちゃくちゃコンパクトって感じはしないんですけど、まあ、シグナスを並べるとですね、ただ前後10インチなのでその分小さい、ね、で乗ると非常にいいわけです。はい、何がいいのかわからないっていうね、うん、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、実際乗るとね、いいんですよ。はい、こればっかりはね、やっぱり乗っていただいて、まあ、試乗車とかね、あるところあると思うんで、そういうお店に行ってですね、実際に乗っていただくと、そうするとその良さがわかるのかなと、思ったりするわけでございます。で結局、例えばスペックですよね、スペック、分かりづらいわけですよ。で、あと外観についても、要は昔ながらのスクーターですよね、形がね、従来型のスクーターの形してる。これが PCX みたいな感じであれば、お、なんか新しいとかね、お、かっこいいとか、あとスペック的に見てガソリンがね、タンクの容量が8リッターあるとか、そういうのがあるとですね、お、すごいなっていうね、そんなことを思ったりもするんですけど、基本的にですね、何かこう突出しているところがどこにもない、そういった部分でちょっとね、分かりづらい、バイクなのかな、まあ、スクーターなのかな。でこれがね、出力がクラストップレベル、トップとか、何かがね、こう突出してて、うわ、このオートバイじゃなきゃダメなんだよ、すげえなっていうのがあればですね、また違うんだろうと思うんですけど、ただ実際はですね、乗って普段使いとかですね、いろんなことに使った時に、そういう突出してる部分っていうのは実はそんなに重要じゃないっていうかですね、実はもっと重要な部分、見えない部分っていうのがあるのかなと思ったりするんですよ。で、まあ、結局のところ
まあ、車もそうなのかもしれませんが、まあ、オートバイってこうスペックでね、出力が一番高いやつとか、クラスの中では車重が同じカテゴリーの中で車重が一番軽いやつとか、そういったもんでこう競ってた時代がねあったかと思うんですけど、で今もね250の、スポーツバイクのクラスではね、H 車が38点何馬力だ、K 車が30何馬力だ、Y 車も30何馬力だっていうようなね、ことをやってるんですけども、そして次の4気筒はもう、40何馬力だろうというふうにね、言われてたりとかですね、まあ、もちろんそれもいいんですけどね、ただそういう見えない部分、そういうとこじゃない見えない部分っていうんですかね、乗り味とかですね、そういった部分でああいいなっていうね、要は買った人が満足するっていうね、はい、周りはなんだか何がいいのかさっぱり分かんないなと、うん、まあ、そういうふうに思ったとしても、実は買った人がね満足してれば、まあ、それでいいわけです。もちろんやっぱ売れるためにはですね、やっぱりそういう何かね目を引くようなものっていうんですかね、そういうのがないと、まあ、難しかったりするんだろうと思うんですけども、まあ、そういった中ではですねやっぱり、まあ、よくできてるなと、思わざるを得ないんですよね、スイッシュに関しては。でさらに、まあ、リミテッドに関してはいいですよね、やっぱりね、ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター、こんなのがついてるスクーター他にないですからね、はい。まあ、T-MAX だとかね、AK550 とかですね、その辺になるとシートヒーター、グリップヒーター標準ですか、シートヒーターはついてないですか、シートヒーターないですよね、ついてるというと、あーシートヒーターがついてるスクーターっていうと BMW ですかね、のはついてますけど、なかなかない、うん、まあ、そんなところを考えてもですね、非常に普段使いにはいいスクーターだということが言えると思うんですね。で、アドレス V の時代にはやっぱり長距離は辛かったらしいですよ、まあ、散々乗ってる人がね言うわけですから、いじったりね、それに比較するともうスイッシュはもうすごくいいバイクになっちゃってるんですね。もう一回スイッシュ乗ってしまうともうアドレス V は戻れないっていうね、それぐらいのやっぱりこう差があるみたいですけどね。ただいじったりなんだりっていうのがいつやっぱりここいつやっぱりちょっとね残念な部分はあるのかもしれませんが、ところでね売れてるっていうねすごいですね。で、やっぱりこういろんなバイクがあっていいと思いますし、またそうじゃないと面白くないんですよね。で、日本のメーカーのは基本的にはあの4気筒とかね、がメインで、そして、大型バイクですけどね、まあ、中型も昔はもう4気筒っていうのがねもう普通になって、展開してましたけど、結局出力が高いですね、最高出力、確かに高回転まで回るので最高出力が高いわけですよ。で、一方ですね、あのドカティの空冷の L ツインとかですね、出力自体は80馬力ぐらいしかない、日本のメーカーのが100何馬力あるのに、ドカティの空冷ツインとかですね80馬力ぐらいしかない、ね、じゃあ実際乗ってどうなのか、すごいね速いわけですよ、ですごくねこうエキサイティング、こればっかりはですねやっぱりスペックじゃないんだなっていう、もうつくづくそういうことを、まあ、思わされる、もう輸入車だといっぱいありますね。なんで、まあ、スペックね、もう高回転まで回ってその時のこう圧倒的なパワーをですね、もうそれがなきゃダメなんだっていう方はね、もちろん国産の4気筒、もちろん最近はね輸出車でも4気筒があるので、まあ、そういう、まあ、6気筒とかにもありますけど、まあ、そういうのでもいいのかもしれませんが、ただやっぱりねそれだけじゃないんだなっていう、そういったあたりに目を向けるとまた選択肢がですね広がって、面白いのかなと、そんなことを思ったりするわけでございます。まあ、何でもそうですけどね、こだわりっていうのは重要ですよね。ただこだわることによって周りを排除するっていうのはまたそれはおかしいことになってしまうので、まあ、いろんなものがあっていい、ね、だから単気筒があり2気筒があり3気筒があり4気筒があり6気筒がある、
ご祈祷っていうのがあってもいいんですけどね、レースの世界ではねご祈祷ってありましたけど、今は4祈祷に戻っちゃったんですかね。それ考えると車とかはですねやっぱり単気筒でありえないですし、2気筒も、まあ、一応フィアットとかありますけど、まあ、あんまり考えられないと。で3気筒最近はこう燃費がどうだなんだっていうことになってきて、3気筒っていうのが、小さい車ではありますけど、まあ、4気筒、やっぱり4気筒なんですよね。やっぱりスムーズじゃなきゃいけないっていうね、振動があっちゃいけないとかですね、車っていうのはもうある意味こう決まった方向に進んでいってしまうものなのかなと思ったりするんですけど、でもオートバイに限っては単気筒があり4気筒もあると。そこがやっぱ面白いな、エンジンがやっぱり重要なんだなっていうことをですねつくづく思わされるんですけども、はい。まあ、そんな感じで、いろんな車両がありますんでね、自分の気に入ったものを乗っていただくと、そうしていただければ幸いでございます。店長武蔵チャンネル、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。失礼いたします。